株式会社は、兵庫県辰野市新宮町に本社を置く、醤油を中心に、のりつくダニや、もろみ、惣菜、煮豆、米飯、生菓子などを扱う食品メーカーである。コーポレートメッセージは、美味しいが、喜び。創業者の大西八が、1934年に、薄口醤油の主力産地として知られる、辰野市で株式会社、大鳥商店を設立する。 創業当初は醤油及び、もろみを製造していたが、後に、昆布や海苔の佃煮なども製造販売するようになり、当時販売していた醤油のブランドに、官営通報の中でも重宝された、分銭を使用していたことから、後に社名を、分銭と解消する。印象を残すユニークな商品名が多く、あら、しおっぺ、やーだ、パなど短いフレーズながら強いインパクトを与えるものが、多い。 これは、二代目社長の大西大蔵から、一切、文句は言わんからと市事を受け、当時入社4年目だった、橋本譲が、個人的に感銘を受けた、萩原作太郎の死から採用したものである。兵庫県南西部に位置する企業であるため、全国的な知名度では劣るものの、近畿地方を中心に、西日本では、佃煮の、あら、シリーズが知られており、 沖縄県先島諸島まで流通しているが、東日本での同社製品の取扱い率は低い。工場は、同県各去群稲見町をはじめ、その他、福岡県と愛知県にも所在する。近年では、つくだ煮をはじめとした総菜の製造から、弁当類の製造にも進出している。なお、同社が本社を置く、辰野市内には、同社が運営する分泉キッチンが店を構えている。 コマーシャルについては、かつては3テレビをメインに積極的にテレビ CM を放映していたが、近年は関西では MBS ラジオとラジオ関西、関東では TBS ラジオなどでのラジオ CM におおむね特化している。テレビ CM やラジオ CM ではピアノの伴奏に乗ったカタツムリの歌の替え歌が流れている。なお、読売新聞の一面の広告等では、 比較的よく目にすることがある。他に、産経新聞にも社会面に広告を掲載している。車友車両すべてに動物や植物などの名称をつけており、工場内で使用されるフォークリフトもその対象になっている。また、車友車両の塗色は赤に統一されている。車友車を統一色にするのは1955年からで、当時は消防車との混同を避けるため、 一般企業の社用車に赤色は認められていなかったので濃いピンク色が採用されていた。1977年より現在の赤一色になっている。ありがとうございます。